どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤由紀です。今日はですね、久しぶりにコレクションファイルのですね、中身をご紹介したいなと思っております。内容はというとですね、2月の頭にですね、東京ドームで開催されたイベントで購入したプレミアムパックのですね、復刻版になるんですけど、こちらをですね、ファイルした専用ファイルみたいのがございますので、そちらのご紹介をしたいなと思っております。それでは、行ってみましょう。それでですね、使ってるファイルはですね、こちらのブラックマジシャンガールのですね、絵が描かれたファイルを使っております。ずいぶん前に買ったんですけど、なかなか使いどころがなくて保存してたんですけど、まあ、今回いいタイミングかなと思って、ガルタンのファイルを使っております。で、僕はですね、以前の動画でもお話ししたんですけど、プレミアムパックはですね、マックスの12箱を購入しました。そしてそのうちの11箱をですね、開封しておりまして、こちらの最後の1箱だけはですね、未開封で取っておこうかなと思ってますので、まあ、11箱でですね、出たレアリティの高いカードをですね、ファイリングしておりますので、ご紹介できたらと思っております。では早速中身を見ていきましょう。光の反射でですね、若干見づらいかなとは思うんですけど、今回僕はですね、各モンスターごとにですね、ファイル1枚ですね、並べてコレクションをしております。順番はですね、型番があるので、この型番の順番ごとに並べております。1番がですね、カエルスライムなので、まずはこいつからですね、ご紹介したいと思っております。そしてですね、今回僕はこのカードたちのファイルする、まあ、順番というかですね、こだわりがありまして、まず一番上にですね、復刻版を3種類、真ん中がウルトラレアを3種類、そして最後がですね、シークレットレアを3種類というような形で、すべてのモンスターファイリングしております。で、今回なおかつですね、ウルトラレアとこのシークレットレアに関しては、25周年イベントのですね、ロゴありもあるので、ロゴありの方を地引きしてる場合はですね、基本的にロゴありを優先して並べております。カエルスライムとかですね、ちょっと見づらいんですけど、3種類ともここ、ロゴありになっております。シークレットレアはですね、残念ながらロゴありが2枚と、こちらがですね、ロゴが入ってない普通のシークレットレアになっております。カエルスライムに関してはですね、確か公式はなかったはずなので、まあ、最高レアリティがシークレットになるかなと思っております。はい、それではお次のページですね。やっぱりこう見開きになるとかなりこうコレクション感というかですね、並べると圧巻になりますよね。まず左側のページから行くとですね、こちらが気まぐれの女神ですね。なかなかいいデザインしてますもんね。人気のあるカードじゃないんでしょうか。こいつはですね、復刻版3枚当てることができました。ウルトラレアがですね、今3枚並べてるんですけど、まさかの11箱開封してですね、ロゴ割りが1枚も出なくてですね、通常のウルトラレアとなっております。ちょっとここがなかなか引きが悪かったですね。下のですね、シークレットに関しては、ロゴ割りが1枚で、ロゴなしが2枚といった感じですね。なかなか他のカードに比べるとロゴ割りが異常に少なかったカードになっております。そして右側のページですね、こちらはですね、クレセントドラゴンになっております。いや、なかなかデザインが好きでですね、もともとショップで見かけると買ってたカードにはなるんですけど、復刻版がですね、3枚当てることができました。そしてなんとクレセントドラゴンに関してはですね、ウルトラレアのロゴ入りが3枚当たりました。で、シークレットレアに関しては1枚だけですね、ロゴ割りがぶち抜けまして、残り2枚は通常のシークレットレアとなっております。確か気まぐれの女神もクレセントドラゴンも詳しくはなかったんじゃないかなと思います。シークレットレアがですね、最上位のレアリティになるんじゃないでしょうか。はい、お次のページですね。いやー、ここもなかなかいいですね。左側が結構人気のあるカード、コスモクイーンになっております。コスモクイーンもですね、無事に3枚復刻版当てることができました。真ん中のウルトラレアに関してはですね、ロゴ割りを3枚地引きすることができました。あ、これは良かったですね。なかなか好きな推しカードになりますので、ロゴ割りが出て嬉しかったですね。下のシークレットに関しては、こいつとこいつ2枚がですね、ロゴ割りをぶち抜くことができて、残念ながら1枚は通常のシクとなっております。まあ、ここら辺はですね、ロゴ割りのシクでも結構安く手に入りそうな気がするので、まあ、値段が結構安くなってるタイミングを見てですね、購入してもいいかなとは思ってるんですけど、まあ今回に関しては、地引きしたカードでコレクションするっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思ってるので、ちょっと今考え中なところですね。シングル買いしてもこのファイルには並べないかもしれないですね。はい、そして右側がですね、大砲だるまさんになっております。こいつはですね、なんと復刻版3枚当たり、真ん中のウルトラレアはですね、すべてロゴあり、そしてまさかのシークレットレアもですね、ロゴあり3枚ぶち抜くことができました。まあ、もともと好きなカードかと言われるとそんなすっごい好きってわけじゃないんですけど、まあ、そういったカードに限ってですね、ロゴ割りを全部ぶち抜くというですね、なかなか僕らしい結果になってしまいました。
左側のコスモクイーンはですね、空縮があるので、まあ、空縮に関してはですね、地引きすることができなかったので、もうシングル買いするしかないかなと思ってるので、どこかで買いたいなと思っております。右側の大砲ダルマはですね、空縮がなかったはずなので、シークレットが最高レアリティになるんじゃないかと思います。はい、それでは次のページですね。こちらもなかなかプレミアムパック感がありますね。左側がまずダンシングエルフになっております。ダンシングエルフですね、無事に3枚復刻版当てることができました。真ん中のですね、ウルトラレアに関しては、ロゴ割りを3枚ぶち抜くことができたんで、これは良かったですね。そして下段のシークレットレアに関しては、こちらとこちらがですね、ロゴ割りになってて、こちらが通常のシークとなっております。確かダンシングエルフも空縮がなかったので、シークレットレアがですね、最上位のレアリティになるんじゃないかと思います。そして右側がですね、プレミアムパックの中でもかなりの癒し系というか可愛い系のキャラになるでしょう。ツルプルンさんですね。これもですね、結構好きなカードで、もともと初期のウルトラレアをですね、買ってるカードにはなるんですけど、無事に復刻3枚当てることができました。真ん中のウルトラレアに関しては2枚がですね、ロゴ割りになってまして、1枚は残念ながらロゴなしになっております。その代わり下のですね、下段シークレットに関してはロゴ割りを3枚ですね、ぶち抜くことができたので、良かったかなと思っております。ツルプルンも確かですね、空縮なかったはずなので、このシークレットがですね、最高レアリティになるんじゃないかなと思っております。はい、それでは次のページですね。はい、いろいろと問題の見開きページになってるんじゃないかと思います。まあ、パッと見ただけでですね、空きが出てるので、コンプリートできなかった見開きページということになっております。まず左側ですね、こちらが時の魔術師になっております。なんとですね、復刻版が2枚しか当たらなくてですね、ここがですね、空席になってるんですよ。ここはですね、ちょっとさすがにショップで安く見つけたら買いたいなと思ってるカードになっております。真ん中のウルトラレアはですね、ロゴ入りを3枚ぶち抜くことができまして、そして何度下段見ていただきたいんですけど、空縮が2枚当たりました。そしてこちらが通常の縮ですね、カツのロゴ入りとなっております。個人的にはですね、貴重な空縮枠をこの時までですね、2枚潰されたのはちょっときつかったかなといったところですね。できれば、まあ、1枚は良かったんですけど、もう1枚の空縮枠はですね、他のモンスターで出て欲しかったかなと思ってます。はい、そして右側ですね、今回のパックで一番の問題児でしょう、エクゾディアになっております。もう皆さんご存知の通りですね、復刻版がマジで出ないということで、11箱開けてもですね、ご覧の通り1枚も出ませんでした。当たる人はですね、1箱でも当たるんでしょうけど、僕はなかなか地引きの運が持ち合わせてないので、まあ当然のごとく当たらなかったですね。シングル外商としてもですね、もう数万するみたいなので、ちょっとここはもうそこまでお金を出してですね、欲しいなとは思わないので、今後も埋まることがないんじゃないかなと思ってます。まあそのためですね、必然的にこのファイルが全てコンプリートになることは間違いなくないのかなと思ってます。ちょっとそう思うと悲しいですね。真ん中のウルトラレアに関しては3枚ロゴ入りをぶち抜くことができました。下段のシークレット枠はですね、ご覧の通り1枚空縮を地引きすることができました。両サイドはですね、通常の縮になってまして、2枚ともロゴ入りとなっております。はい、それでは次のページですね。ここもなかなかいいですね。左がまずメテオドラゴンになっております。メテオドラゴンはですね、無事に3枚復刻版をぶち抜くことができました。そしてさらにですね、真ん中のウルトラレアも下段のシークレットレアもですね、ロゴ入りをぶち抜くことができまして、まあ、ある意味もうこれで完成されているような形ですね。メテオドラゴンに関してはですね、空縮が実装されてるんですけども、残念ながらちょっと地引きすることはできなかったですね。この間 B 本舗さんに行ったらですね、980円でメテオドラゴンの空縮があったんで、買おうかなと思ったんですけど、ちょっとまだ様子見ということで購入はしませんでした。5、600円とかだとですね、おそらくもう飛びついて買うかなと思うんですけど、もうちょっと値段が下がるのを待っておこうかなと思って買いませんでした。これで値段が上がるとですね、ちょっと泣きたくなるんですけど。はい、そして右側ですね、僕の大好きなマジシャンオブブラックカオスになっております。無事にですね、復刻版は3枚ぶち抜くことができて、真ん中のですね、ウルトラレアに関しては1枚だけロゴ入りが当たりました。残り2枚はですね、残念ながら通常のロゴなしとなっております。下段もですね、シークレットレア、ロゴ入りが1枚しか当たらなくてですね、残念ながらマジシャンオブブラックカオスはあまりロゴ入りが当たらなかったですね。残りの2枚は通常のロゴなしとなっております。
そしてマジシャンオブブラックカオスも公式が今回ですね実装されたんですけど、残念ながら足らなかったですね。かなり欲しかったカードの1枚になるので地引きできなかったのはちょっと残念だなと思っております。これはですねどこかショップで安く売ってたらですね購入したいと思ってます。なかなかですね僕がショップに行くとこのプレミアムパックのカードがあんまり売ってなくてですね、他のデュエリストの方が売りに来られるのを待ってる状態になっております。はい、では次のページですね。あ、このページもなかなかいいですね。まず左がゲートガーディアンになっております。ゲートガーディアンですね、復刻版3枚ぶち抜くことができました。真ん中のウルトラレアですね、すべてロゴ入りでこちらもですねコンプリートしております。下段のシークレットに関してもですねご覧の通り1枚公式をぶち抜くことができました。両サイドの宿もですねロゴ入りということで、ゲートガーディアンに関してももう本当に公式もゲットできているので完全にコンプリートという感じですね。はい、そして右側ですね、皆さん大好きなトライホーンドラゴンになっております。復刻版ですね、無事に3枚ぶち抜けました。真ん中のですねウルトラレアに関してもこれはですね3枚ロゴ入りをぶち抜くことができまして、そして見てください、下段のシークレット枠なんですけど、なんと2枚ですねトライホーンドラゴンは公式を当てることができました。トライホーンドラゴンの公式が被るのはなかなか良くないですかね。デザインがかっこいいカードなのでこの W は嬉しかったですね。右側のですね通常シクに関してもロゴ入りを1枚ぶち抜けてますので、トライホーンドラゴンに関してもこれはもう完成と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、ですので見開きですね、ゲートガーディアンとトライホーンドラゴン、こちらのページはですねもう完成されたページという感じになっております。はい、それでは次のページですね。あー、ここもなかなかプレミアムパック感が半端ないですね。まず左が千年原人になっております。千年原人も無事に3枚ですね復刻版ゲットできまして、真ん中のですねウルトラレアも3枚ともロゴ入りになっております。下段のですねシークレットレアに関してはご覧の通り1枚公式をぶち抜くことができました。このプレミアムパックのカードの中でもですね一番の個人的には肝かわいい枠になるので公式欲しいなと思ってたので無事に1枚ゲットできてよかったですね。まあ、逆に2枚以上はちょっといらないかなとは思ってたので、ちょうど1枚に当たったのでいい感じになったかなと思ってます。左側の宿に関してはですねロゴ入りになってるんですけど、右側の方はロゴなしになっております。まあ、わざわざロゴ入りを買うまでもないかなといった感じに思っております。はい、そして右側がですねエビルナイトドラゴンになっております。これもですねかなり好きなカードなんですよ。僕は復刻版ですね無事に3枚ゲットしておりまして、真ん中ウルトラレアに関してもロゴ入り、下段のシークレットもですね全てロゴ入りでゲットできております。悔やまれるのがですね地引きできなかったんですよね、こいつの公式が。他のですね遊戯王関係の動画投稿者の方ですね、結構エビルナイトドラゴンの公式を当てる方が多くてですね、めちゃめちゃ羨ましいなと思って動画見てました。残念ながら僕は地引きできなかったので、これもですねちょっと特化品とかで公式がゲットできないかなと地味に狙ってるところになっております。はい、それでは次のページですね。もう個人的に見開きのページはここが一番僕はお気に入りですね。大好きなカードタッチになっております。まず左側がですねファイアーウィングペガサスになっております。復刻版はご覧の通り3枚ぶち抜くことができました。ウルトラレアに関しては2枚ロゴ入りになって、1枚は残念ながら通常のウルトラレアになっております。下段のシークレット枠に関しましてはご覧の通り1枚ですね公式をぶち抜くことができました。こいつのですね公式めちゃめちゃ綺麗なんですよね。ちょっと見にくいんですけど、もうまさにレアカード感が半端なくてですね、公式じゃなくても普通のウルトラレアでもですね、なんかめちゃめちゃレアカード感がすごいんですよ。それにですね、公式のギラつきがプラスされてですね、もうすごいです。もう語彙力ないですけども、すごい。これぞレアカードみたいなですね、オーラが半端ないので、かなりお気に入りの公式になっております。背景がですね、青色と赤色がうまい具合なマッチした背景になっているので、シークレット加工がですね、もともとかなり似合っているので、必然的に公式もですね、かっこよく仕上がっております。いや、これはいいね。はい、そして右側がメテオブラックドラゴンになっております。これですね、皆さんにぜひ見ていただきたいんですけど、まずですね、復刻は無事に3枚ぶち抜けました。真ん中のウルトラレアはですね、なんとロゴ入りが1枚も当たらずですね、3枚とも通常のウルトラレアになっております。ちょっとここは地引きの運がなかったかなというところですね。まあ、ただですね、その代わりこの一番下下段見てください。シークレット枠3枚ともですね、クオシクになっております。かぶりすぎー。
ただこのメテオブラックドラゴンの3枚被りはですね、めちゃめちゃ嬉しいというかですね、良かったと思いますね。他のカードが3枚被るよりかは、このメテオブラックドラゴン3枚被りはなかなかですね、いいんじゃないでしょうか。今回プレミアムパックはですね、融合枠がこのメテオブラックドラゴンとブルーアイズアルティメットドラゴンの2種類しかないということで、融合枠が見えた時にですね、毎回アルティメットドラゴン来たんじゃねえっていうですね、ドキドキ感を味わいながらめくると毎回こいつだったっていうですね、嬉しいけどちょっと残念みたいな複雑な気持ちになったんですけど、まあこいつのですね、クオシク3枚が並べることができるっていうのはなかなかすごいんじゃないでしょうか。11分の3メテオブラックドラゴンはですね、なかなか僕以外にいないんじゃないかなと個人的に思っております。はい、そして次がラストですね、みんな大好きブルーアイズアルティメットドラゴンになっております。もう密かにですね、欲しかった復刻ナンバーワンなんですけど、無事に3枚ゲットすることができました。で、真ん中のウルトラレアですね。こちらはですね、3枚あるんですけど、なんとロゴ入りが1枚もなくてですね、通常のウルトラレアになっております。なぜかメテオブラックドラゴンも、アルティメットドラゴンもですね、ウルトラレアはロゴ入りが当たりませんでした。そしてシークレットワークはですね、2枚がロゴ入りになって、一番右だけですね、ロゴなしの普通のシークレットレアになっております。こいつのですね、詳しく欲しかったんですけど、1枚も当たらなかったんですよね。もうさっき言ったんですけど、クオシクの融合枠が出た時に、もう毎回もう2分の1の確率で、このアルティメットドラゴンなんで、もうドキドキしながらめくったらですね、毎回メテオブラックドラゴンというオチになっておりました。まあ、クオシクもですね、欲しかったんですけど、やっぱ地味にこの復刻のですね、シークレットが欲しかったので、まあここが3枚当たったので、まあ個人的にはギリギリセーフかなといったところですかね。この復刻の宿でも1枚4、5000円ぐらいしますからね、買おうと思ったら結構高いんですよ。クオシクになるとまあ1万円超えるくらいの値段なんですかね。なかなか高額カードになるので、よっぽど特化品で見つけない限りはですね、なかなか購入できないかなとは思ってるんですけど、自分が出せる金額での特化品があればですね、ぜひ1枚はクオシク欲しいなと思っております。はい、ということでですね、今回プレミアムパックで地引きできたカードたちのコレクションファイルのご紹介となっております。まあ、カードの枚数が少ないので、まあ、あんまりですね、コレクションファイル紹介みたいな感じにはならなかったかもしれないんですけど、こうやってですね、一つのモンスターで1ページ使ってコレクションすると結構見応えがあるというかですね、なかなかいい感じにファイルできるので、おすすめのファイル方法なんじゃないかなと思っております。まあ、いろいろですね、お気に入りのカードはあるんですけど、やっぱり今回は見開きのこのページが僕は一番気に入ってますね。ファイアーウィングペガサスとメテオブラックドラゴンですね。そしてこの下段のギラつき具合がですね、もう半端じゃないなと思っております。まあ、途中でも言ったんですけど、復刻版が当たらなかった時間のとこはですね、どこかで見つけたいなと思いますし、クオシクが当たらなかったところはですね、安くゲットできるときはぜひショップで購入したいなと思っております。それ以外のですね、ウルトラレアとかシークレットレアは基本的に地引きはできているので、まあ、お店で追加で買うことはあまりないかなとは思っているところですね。まあ、今回のですね、プレミアムパックだけじゃなくて、今後ですね、どんどん他のカードも復刻版みたいなのが出てくれると、まあ、コレクターからするとですね、めちゃめちゃ嬉しいなと思ってますので、ぜひコナミさんよろしくお願いいたします。本当はですね、イベントの数日後にはこういった動画出したかったんですけど、まさかの約1ヶ月経った後にですね、動画投稿となってしまっているので、あまり皆さんからの需要があるかどうかは微妙なとこなんですけども、また機会がありましたら他のコレクションファイルとかもですね、ご紹介できたらなと思っております。今回の2月の東京ドームのイベントに関する動画はですね、あと2本ぐらいですね、どっかのタイミングで投稿しようかなと思ってますので、気長に待っていただければなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。